バート・ゾーデン・アレンドルフは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー郡に属す市である。バート・ゾーデン・アレンドルフ、バート・ゾーデン・アレンドルフは、チューリング州と直接境を接しており、ドイツの地理上のほぼ中心に位置している。この町は、ゴーベルトレザ山北西のベラ川沿いに位置し、近くには、ホーアー、マイスナー山がある。南東に位置する。 クラインファファ地区の川沿いの高台に、ローテンシュタイン城がある。バート・ゾーデン・アレンドルフは、北は、リンデベラ、バールハウゼン及びアスバッハジ験ケンベルク、東はビーゼンフェルト及びフォルケローで、南は、マインハルト、エシュベーゲ、ベルカタール、西は、グロース・アルメローで、北西は、ビッツェンハウゼンと境を接する。バート・ゾーデン・アレンドルフ氏は、 中核地区であるバート・ゾーデンアレンドルフのほか、アーレンベルク、ドゥーデンローで、エラースハウゼン、ヒルガースハウゼン、カンマーバッハ、クラインファッハ、オーバーリーデン、オルフェローで、バイデンの核地区からなる。中核地区は、ゾーデン地区とアレンドルフ地区からなる。鉄道路線の西側が、ゾーデン地区である。アレンドルフとゾーデンは1929年7月1日に合併し、 バートゾーデンアレンドルフが成立した。争点後のゾーデンは、これ以前は、死ではなく、フレッケンであったが、アレンドルフは、すでに1218年には、都市圏と、市場開催圏を有していた。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1655年頃の、バートゾーデンアレンドルフこの集落は遅くとも発世紀末には、成立していた。 これは歴史家が776年から779年の間のものであると同定しているフランク王、カール大帝の寄贈証明書によって裏付けられる。この文書でカール王はウエストラ集落の塩泉済み、生園施設、生園従事者、市場、租税、関税を古田修道院に寄贈している。この集落の名前は 中林源の西の境界に位置していたことによる。30年戦争の間、1637年4月に、クロアチアのゲレーン連隊とイソラーニ博がこの都市を攻撃し、街はほぼ完全に焼き払われた。二つの境界も視聴者もこれにより破壊された。完全に石像であったラートホーフは、大火を切り抜け、現存する最も古い建造物となっている。 19世紀まで1000年以上もの間、住民たちは塩水から塩を生成していた。塩水は市の管理下で源泉から組み上げられていた。プロイセンへの併合に伴う1866年の塩の独占権廃止は塩の価格の下落を招き、製塩業の廃止につながった。最後の製塩は1906年になされた。製塩業の衰退と、 並行して塩泉の治療効果が見出され、当時場の建設が始まった。1881年6月1日にこの建物は完成し、利用が開始された。1990年代の健康保険制度改正によって当時客数が落ち込んだが、やがてこの町は観光業で成り立つようになっていた。現在でも、 毎年精霊降臨祭に行われるブルーンネンフェストが、声援の時代を忍ばせる。オリジナルに忠実に再現した、声援装置で、昔ながらの塩が実演される。この塩は、塩の博物館で販売されている。この博物館では、声援病の歴史が展示されている。千年期の変わり目頃に、市場化装置が作り直され、町は、完全に新しく作り変えられた。 2005年の終わりに大規模なサウナ施設を持つ温泉施設が完成し観光客を誘致している。2007年4月には会議やコンサートに使われる新しい催事ホールが開館した。道路の構成も変更され増田北と増田南との間は直接結ばれていない。自動車は工業地域を通るバイパスで迂回しなければならない。駅は近代化され、 直接、増電へ通じる計が作られた。こうした施策を通してこの町は、温泉業水帯に歯止めをかけようとしたのであり、温泉地区は、自動車侵入禁止地区となったのである。市は、そのインターネットサイトで以下の人口水位を、公表している。バーと増田アレンドルフの市長者と、マルクト広場この町の市議会は、31議席からなる。この町の市長は、 2009年3月5日からフランク・ヒックスが務めている。歴代の市長は以下の通り。1931年に修立文書館に承認された紋章は赤字で、青い屋根をいただく銀の楼門と4本の塔を持ち、京壁を有する環状壁が描かれている。門のアーチ内は赤字で、斜め十字に組み合わされた金の青円バリとベルラフが廃されている。 門前の泉2007年のライトアップバート、ゾーデンアレンドルフは、毎年8月の第3週末に開催される収穫、郷土祭で広く知られている。人気の理由は、多くの伝統行事が行われることで、100年以上もの間、同じプログラムが取り行われている。そのハイライトは、2008年には記念収穫祭が祝われた。150回目ではないのだが、 150年前の1858年に、ボイヤーマンという旅館主が初めてこの祭りを開催したことを記念したものであった。地元の芸術家、マルティン・シュルベはこの祭りの準備と開催の様子を記録し、DVD で公開している。この DVD はこの街のいくつかの団体から入手可能である。毎年、復活最後の週末に、 バート・ゾーデン・アレンドルフのメルヘン週間が開催される。メルヘンの夕べや劇場公演といった数多くの演目がメルヘンの世界に誘い、クアパークで毎日上演される、人形劇がこれを彩る。中心となるのは、ホレオバさんの童話である。ホレオバさんは、ホアー・マイスナーの近くに住んでいたとされており、毎日ゼーダー・ーモンで布団が振られる。これはこの地方では、 雪が降ることを、惚れおばさんが寝床を直しているということに由来している。2009年4月12から19日に第15回のメルヘン週間が開催された。この際初めて中世風の市場がイベントに加えられた。この市場の見物客は2万人を超えた。この他に、精霊降臨祭の祝日に泉祭りが開催される。この祭りは、 早くも16世紀に、ヨハネス・レナーヌスによって、サチオーキシ用水源に感謝するために開催されたもので、この町で最も古い祭りである。バートゾーデン・アレンドルフには、基礎家庭学校、アムブルンネンフォア・デムトーレと、レナーヌス・シューレがあり、市外に出ることなく、教育課程を満了することができる。レナーヌス・シューレには、スポーツギムナジウムが統合されており、インターネットを通じて、 著名なスポーツ選手が現れる。バーとゾーデン・アレンドルフは、私立ノルトヘッセン専門単科大学の所在地でもある。ありがとうございます。